さあ続いてはいよいよファイナルレースであります 500cc。 ゲスト解説には鈴木ワークスライダーでいらっしゃいます水谷勝さんをスタジオにお招きしまして、レースを振り返りながらお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ガードナー、シュワンツ、レイニーら世界の強豪が集まりました。来年の日本そして世界のグランプリの動向を占う意味でも大切な一戦ということがあります。ロードレースの神様ケニー・ロバーツにレースの予想をしてもらいました。 Well, Wayne's very new to Grand Prix racing, his first seasonBut I've been working with Wayne for maybe six years, and he's very, very strong. Wayne is not yet to his full potential in racing, and I think that next year it's possible to see Wayne Rainey as world champion. I think Wayne will win the 500 class. Honda.ラッキーストライクチームを率いますこのケニー・ロバーツはやはり教え子さんの、レイニーが勝つとズバリ断言しておりましたが、さて水谷さん、非常に華やかな雰囲気に包まれたこのーレース場なんですが、まあ、選手の心理というのは、まあ、見ても分かるように裏腹なんでしょうね。まあ、結構のレース前っていうのは、ね、緊張したりして、ね、はい、本当に日本人っていうのはもう結構前から緊張して走るんですけど、外人っていうのはもうレース走る前にね、ピッと自分の気持ちを切り替えて、なるほど、投水するっていうかね。さっきのタイヤのあれは何ですか？あれはタイヤウォーマーってタイヤを温めてるんです。まあ第1回大会でもマムラとガードナーがスタート5分前までタイヤを交換するという駆け引きがありましたからね。それでは選手の紹介。昨年度スーパースプリント F1 チャンピオン、世界8位ポールポジション、24歳アメリカ、ケビン・シュワンツ。Last year I rode the Formula 1 750 race and also the 500, but we didn't get to race the 500 class. This year I'm concentrating mostly on the 500 and not riding the 750 at all. So I just like to think that I can get a good start in the race and hopefully win. 88 鈴鹿8時間耐久レース優勝、世界3位、27歳アメリカ、ウェイン・レイニー。I like the layout very much. It's got a nice long fast straightaway. There's some turns that are dangerous, but the riders seem to know where they are and they watch it through there. I think it's a good motorcycle racer's track. 88 鈴鹿8時間耐久レース、レイニーとのコンビで優勝、世界5位、26歳オーストラリア、ケビン・マギー。昨年世界チャンピオン、今年2位、スーパースプリント第1回大会優勝、29歳オーストラリア、ワイン・ガードナー。 It takes some getting used to. The bike feels quite good. It feels like an old glove. And hopefully by tomorrow I can be very fast and maybe win the race. But the bike feels good and we're trying to organise for next year and to win the world championship back because I lost it throughsome small problems this year. 83年、84年、85年、3年連続日本チャンピオン、86年世界 GP3 ブレの大会 250cc 優勝、32歳平忠彦。同じく GP ライダーとして昨年世界9位、今年はフルエントリー、28歳八代俊二。大型ルーキーです。世界7位、27歳イギリス、ニール・バッケンジー。82年、国内7連勝の日本チャンピオン、ベテランは健在です、39歳、水谷勝。ギャルに人気、87年、88年、2年連続日本チャンピオン、22歳、藤原紀彦。さあ、いよいよスタートであります、先ほど水谷さんがお話のように、緊張の一瞬です。あります。一斉に15台がゴーンと共にスタートをいたしました。綺麗なスタートを見せております。直線の 1500m、 そして日本で一番高い、そして長いこの富士スピードウェイの直線コースであります。まずレイニーが初めのコーナー、第1コーナーを入りました。水谷さん、まずこのスタートどう見ましたか？後ろから僕はみんなの動きを見てたんですけどね、ケビンがどこへ入っていこうって、ね、なんか面白い動きをしてたのが印象的でしたね。なるほど。
そしてヘアピンの方へ向かいます。早くもちょっと長い展開となっています。この 500cc の音ってのはすごいですね。また違いますね。ちょっとね、技術の粋を集めた最高水準を言ってるオートバイっていうのね。さあ、これが試験であります。ちょうど試験に埋め込んだこの CCD 超小型カメラからご覧いただいております。迫力のある映像であります。この試験を含めまして、水谷さん、このコースというのはちょっと去年と変わりましたけれども、どう読んでらっしゃいますか、このコース。そうですね、結構このコースっていうのは高速コースでね、四輪がよく走っててね、コースは滑りやすいんですね、すごく。でも、こう自分たちはやっぱり走るのがね、好きですからね、やっぱりこうやってスピードが出るところは大変楽しいですね、やっぱり走ってて。さあ、レイディーはトップですが、これを今シュワンツがかわしました。直線でかわしております。アメリカのシュワンツ、ゼッケン05番、今1位に立っております。第1コーナー、順位をおさらいしたいと思います。シュワンツ05番が第1位、そしてレイニーがトップを走っていたんですが02番、2位になりました。そして3位が今03番のマニーというところであります。来年の世界グランプリを占う意味でも非常に面白い展開になっています。三谷さん、スタートをしてそろそろこのレーサーの心理としては落ち着いてくる頃ですか。まだ2、3周しないとね、どうしても自分のペースにはまっていかないっていうかね、リズムが取りにくいと。もう、まあ、でも GP ライダーっていうのはそういうのが早いですからね、もうかなりそういう自分のリズムになりつつあるんじゃないかなと思うんですけどね、1位が今シュワンツ、2位がレイニー、3位マニー、そして4位がガードナー、5位がマッケンジー、このように続いております。僕は一瞬は長いと感じた。8000分の1秒、 AF 一眼ニコン F801。 君のうちにだってオーブントースターぐらいあるだろう。オーブントースターで焼くベルデ。見送る前はわずかな時間もあなたを見つめていたい。口に出せない。朝の体にお届けします、鉄分カルシウムたっぷり、明治ラブエース。健康毎日、明治牛乳販売店から。